2009年、ミハイル・マラトビッチ・フリードマンは、ロシアの起業家。アルファグループ社長、アルファ銀行東取。新興財閥に属する加藤社本家の一人、有力なオリガルヒの中では、ロマン・アブラモビッチに次いで、若手の部類。ウクライナのユダヤ系家庭出身、ロシアユダヤ人協会副会長を務めている。 ウクライナソビエト社会主義共和国リビウに生まれる。1986年にモスクワ鉄工、合金大学を卒業し、エレクトロスター理工場に技師として勤務する。1989年に独立し、コンピュータ関連企業、アルファホトを設立して実業家としての道を歩み始める。1990年、アルファキャピタル、1991年アルファ銀行を 創設し、頭取リとなる。その後、ピョートルアベンと共に、食品加工事業を、チュメニ石油及び、セメント、材木、ガラスなどの建設資材会社の持ち株会社として、アルファ、グループコンソーシアムを設立した。2003年フリードマンは、61億5000万ドルで、ブリティッシュペトローリアムにアルファグループの石油し、会社チュメニ石油の株式の半分を売却した。 英語版では1963年6月26日生まれとなっている。ありがとうございます。